そして誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。現代、アンドゼンゼアワーナンは、1939年に、イギリスで刊行されたアガサクリシティの、長編推理小説である。クローズドサークルの代表作品であると同時に、見立て殺人の代表的作品とも評される。孤島の兵隊島を舞台にして、10人の、登場人物が、童話、10人の、 小さな兵隊さんロシになぞらえて殺され行く。住人全員が死亡することで題名の、そして誰もいなくなったを回収する。物語はエピローグに続き、警察の捜査では、迷宮入りとなった後に、真犯人による独白出記が見つかり、真相が明かされることで集結する。1939年6月6日から1939年7月1日に、 イギリスのデイリーエクスプレスでテン・リトルニガーズとして新聞連載した後、1939年11月6日にイギリスのコリンズ社のから書籍が刊行された。日本語訳は1939年に雑誌スターで清水俊二が死人島として連載したのが書室で、1955年6月に早川書房から、そして誰もいなくなったとして刊行された。 初期版では、題名、内容に差別用語を用いていたが、開口を重ねて1985年に、アンドゼンゼアワーナンとなった。作者自身により、議曲化されている。また、ルネクレール監督の映画をはじめとして、多数の映画化作品や舞台化作品、テレビドラマ化作品がある。全世界で1億部以上を売り上げ、評価は、クリスティ作品中でも、特に高く。 代表作に挙げられることが多い。イギリス、デボン州の兵隊島に、年齢も職業も異なる八人の男女が招かれた。二人の召使いが出迎えたが、招待状の差出人でこの島の主でもある、応援夫妻は、姿を現さないままだった。やがてその招待状は、虚偽のものであることが分かった。不安に包まれた晩餐の最中、彼らの過去の罪を告発する。 謎の声が響き渡った。告発された罪は事故とも事件ともつかないものだった。その声は、蓄音機からのものとすぐに知れるのだが、その直後に生意気な青年が毒薬により死亡する。さらに翌朝には、メシスの女性が死んでしまう。残されたものは、それが、同様、十人のインディアンを連想させる死に方である。こと、また十個あったインディアン人形が八個に減っていることに、 傷。その上、迎えの船が来なくなったため、残された8人は、島から出ることができなくなり、完全な孤立状態となってしまう。さらに、老将軍の撲殺された死体が発見され、人形もまた一つ減っているのを確認するに至り、皆はこれは自分たちを殺すための正体であり、犯人は島に残された7人の中の誰かなのだ、と確信する。 誰が犯人かわからない疑心暗鬼の中で、召使い、老婦人、元判事、医師が死体となり、人形も減っていく。そして、残された三人のうち二人が死に、最後の一人も犯人がわからないまま精神的に追いめられて自殺、そして誰もいなくなった。後日、救難信号に気がついた、ボーイスカウトから連絡を受けた救助隊が、島で10人の死体を発見し、 事件の発生が明らかとなる。事件を担当するロンドン警視庁は被害者たちが残した日記やメモ、そして死体の状況などから、それは読者が知り得たのと同じくらいに事件の経緯、大まかな流れをつかむ。そして当時の島の状況から犯人が10人の中にいると考えると矛盾が生じる。ため11人目がいたと推理するが、それが何者で島のどこに潜んでいて、 どこに消えてしまったかまではわからない。しかし、ある漁師がボトルに入った手紙を見つけることで、すべての謎が解明する。ボトルの中の手紙は、真犯人による告白文であった。真犯人は、被害者の一人と思われた、招待客の一人、ローレンス・ウォーグレーブ判事であり、事件で不明だった、犯行方法、犯行動機などすべての謎に対する真相を、 ボトルの中の手紙に記していた。ウォーグレーブ判事は、幼少より生物を殺すことに快楽を感じる性質を持っていたが、同時に正義感や罪なき人間を傷つけることへの抵抗感も強かったため、判事として罪人に死刑を言い渡すという無縁な手段で殺人願望を満たしていた。しかし、病を患ったことを機に、 自らの手で人を殺したいという欲望を抑えきれなくなったウォーグレーブ判事は欲望を満たしかつ正義を行えることとして法律では裁かれなかった殺人を犯した9人の人間を集めて一人ずつ殺していく計画を実行したのであるウォーグレーブ判事は作中で殺害されることになるがそれは巧妙な偽装死でありすべてが終わった後に告白文を書き 海に流して本当に自殺した。真犯人が最後のページで死ぬことを語ることによって幕を閉じる。十人の小さな兵隊さんは作中に登場する同様である。死はマザーグースの一つとして分類される同様、十人のインディアンを元としている。同様の作者が明らかなため厳密にはマザーグースではないという見方もある。原曲のテンレトル・インジェンスは 1868年にアメリカのがミンストレル賞向けに作詞、作曲したが、1869年にはイギリスのフランク・グリーンがすべての行で伝を踏んだ歌詞に書き換えたテリトルニワーズを作成している。その後も歌詞やリズムの改変が続き、現代の10人のインディアンは原曲と比較すると別物になっている。そして誰もいなくなったの初版では、 フランク・グリーンのテン・リトル・ニワーズが使われていたが、歌詞の改編が何度か行われて、最終的にアガサ・クリスティのオリジナルの詩となり、題名をテン・リトル・ソルジャー・ボーイズとして、歌詞も原曲のものとも現代のものとも異なっている。19世紀に作詞されたセプティマス・ウィナー及びフランク・グリーンの歌詞は以下の通りである。本作はクローズド・サークルの代表作としてよく挙げられる。 また、同じく、クリスティの代表作である、アクロイド殺しのように除ジ術ジトリックの要素が用いられている。本作は、第三者視点で描かれ、さらに登場人物の心中も直接明らかにされるが、この中で犯人の、その偽装詞も含めた描写は、巧妙な文章によって読者が誤解を招くように、表現されている、翻訳に関しては、訳の問題上、この限りではない。 本作の連続殺人は、同様、十人の小さな兵隊さんになぞらえた見立て殺人である。同様の死が各招待客の部屋に飾られており、十体の兵隊の人形がダイニングルームに飾られている。見立て殺人はその性質から、死の筋立て通りに殺人が遂行される、体となっている人形の破壊で殺人が遂行を認知するなど、異様な不気味さを演出させる。 登場人物は死の一文を順になぞらえて殺されていき、その度に人形が破壊、紛失されていく。殺害手法は毒殺、撲殺、射殺などの死とは関係のないものであるが、小道具や衣装、場所を細工することで死の一文に合わせている。本作では、真犯人に死と人形を体にした見立て殺人を遂行させており、最後の一人となったベラエルザベス・クレイソーンは部屋に居、 されていた首吊ぎロープを見て、最後の人形を落として壊してしまったことにより、死の最後の一文を自ら遂行している。作中に、真犯人が、ローレンス・ジョン・ボーグレーブであることを暗示する読者に、対する三つの伏線があり、最後に明かされるボーグレーブの反抗式では、他の登場人物たちが、UN 応援の正体を暴くことができる三つのヒントとして記されている。 一つ目のヒントは、夕食後に、レコードで告発された罪状の真偽である。ウォーグレーブ判事は、ある裁判で、陪審員を誘導して、不当に死刑判決を出したが、死刑執行後に有罪を裏付ける証拠が見つかっており、u n 応援が姉妹招待する条件としていた、罪のない者を殺害したという罪状には当てはまらない。そのため、ウォーグレーブは、ゲストとして、島にいたのではない。 つまり、ホストとして、島にいたことを暗示している。二つ目のヒントは、燻製日清、の、人の気をそらすものという慣用句的な意味である。童話の六番目の歌詞、エーレット・ハリング・スワロード1・ワンになぞらえられた、アームストロング医師は誰か真犯人に欺かれたということを暗示している。誰もが疑心暗鬼にある状況下で、彼が信用しうるのは顔見知りのウォーグレーブ判事のみで、ある。 事実、ウォーグレーブ判事の犯人探しのための偽装死亡に、協力した直後に、行方不明となり、ウォーグレーブに巧妙に欺かれている。三つ目のヒントは、ウォーグレーブ判事の顔にある、である。カインの刻印は、旧約聖書に登場するカインが神に付けられた印で、神が、カインが誰からも殺されないように付けたものである。これは、ウォーグレーブ判事は誰からも殺されていない。 つまり、自殺したことを暗示している。本作は、アガサクリスティをベストセラー小説家にした一つである。同著者の最も多く出版された作品で1億冊以上を出版し、世界中のミステリー作品の中で最も販売されたベストセラー本であ、2009年時点で6番目に多く販売されていた。 原作小説は1939年6月6日から1939年7月1日にイギリスの新聞紙デイリーエクスプレスで題名テンリトルニガーズとして23話を連載した。舞台のモデルとなったデボンのイラストレータープレスコットが描いた絵が掲載されていた。連載中は小立てしたチャプターは存在していなかった。書籍としては イギリスで1939年11月6日に、コリンズ社、クライムクラブから、題名テンリトルニガーズ。アメリカで1940年1月にドットミード社、レッドバッジミステリーから、ダイアンドゼンゼアワーナーとして連続して、刊行された。原作と、その改訂版は、初版以降様々な題名で出版されており、1939年の、現代のテンリトルニガーズ。 1946年の戯曲や1964年のペーパーブックの10、リトルインディアンズ、10リトルソルジャース、アガサ・クリスティ公式サイトで挙げられている、アンドゼンゼ・アワー・ナンがある。イギリスでは1980年代まで現代のタイトルで出版されており、1985年に初めてアンドゼンゼ・アワー・ナンのタイトルがフォンタナのペーパーバック改訂版として採用された。 1939年の発表当時の現代は、テンリトルニガーズ10人の小さなクロンボであった。これは作中に登場する同様の内名を引用したものである。しかし、ニガーはアフリカ系アメリカ人に対する差別用語であり、黒人への差別表現に厳しいアメリカでは、現代は不適切なものであった。そのため米版は1940年の発行に、 あたって、題名を、テンリトル・ニガーズから、アンド・ゼン・ゼアワーナンへ解題した。その後、1964年に、話の鍵となる動揺を、テンリトル・ニガーズから、テンリトル・インディアンズへ、10体の人形は、黒人の少年から、インディアンの少年へ、島の名前は、ニガー・アイランド、ニガー島、または、黒人島から、インディアン・アイランド、インディアン島へ改めした。しかし、 インディアンもまた差別用語であるとしてベイバンは、同様を、テンリトル・ソルジャース、10人の小さな兵隊さんへ、10体の人形は、兵隊の少年へ、島の名前は、ソルジャース・アイランド、兵隊島へ改変した。繰り返した改題と改変の結果、題名は、テンリトル・ニガーズから、アンド・ゼン・ゼアワーナンへ、当名は、ニガー・アイランドから、ソルジャー・アイランドへ、同話は、 テンリトルニガーズからテンリトルソルジャーボーイズへ人形はリトルニガーからリトルソルジャーへ解体、改変された。日本においても2010年発行の青木被災役クリスティー・ブン・コバンではインディアン島は兵隊島、インディアンは小さな兵隊さん、インディアン人形は兵隊人形へと変更されている。同様には歌詞が二通りあり、一つはセプティマス、 ウィナー作詞の首を吊るで、もう一つはフランク・グリーン作詞の結婚するである。小説ではセプティマス、ウィナーの歌詞が登場しているが、登場人物であるベラ・エリザベス・クレイ・ソウモにパターンの歌詞があることは認識している。クリスティはこの二つの歌詞を利用して、自身が手掛けた戯曲では、小説と異なり生存者が存在する結末とした。舞台で、 登場人物すべてを殺すのは、まずいとの配慮で結末が変更されたとされている。戯曲では最後に残ったベラに対して、首吊りロープを準備したウォーグレーブが登場し、事件の中で惹かれ合うようになったロンバードを、疑心暗鬼の末に殺害した罪悪感を盾に、ベラに自殺を即が、実はベラは、ロンバードを殺すことができず、愛し合うベラとロンバードを見て、 ウォーグレーブは計画の失敗を悟って受決するストーリーになる。映像化されたいくつかの作品も議曲版を元にしている。ザ・オブザーバーで1939年11月5日にはアガサ・クリスティの最新作が出版社をバティック・トランスに送り込んだのは不思議ではない。しかし、アクロイド・ゴロシと角に比較しても、そして誰もいなくなったわ。 アガサ・クリスティの本当に恐ろしい最高傑作の一つと考えている。この作品を詳細に解説することは控えなければならず、穏やかな暴露でさえ誰かの衝撃を奪ってしまう可能性をはらんでいる。読者は純粋な批評が与えられるよりも興奮を新鮮に保たれることを持ちでいると私は確信している。と述べた。続けて。 あらすじを解説した後に、あらすじと登場人物だけを眺めることは、アガサクリスティの作品を害する。プロットは、高度に人工的であるかもしれないが、それは精密で、巧みに狡猾で、着実に構築されており、これらの燻製二神の虚偽、ミスリードの解説は時に、彼女の仕事を冒涜している。と述べた。で、1939年11月11日には、 アガサクリスティの近年の作品には殺人犯罪はほとんど見かけない。死の規則性において確かに避けられない単調感が存在し、長編小説より新聞連載に適している。しかし、真犯人の名前を特定する巧妙なトリックが含まれている。と述べ、続けて、それは正しく推理する非常に巧妙な読者にさせる。と述べた。 で、1940年2月25日に、アイザック・アンダーソンは、謎の声が10人の過去の犯罪を告発して、その結果が、登場人物の死を招いたことに言及し、あなたは信じられないだろうが読み進めると過去にそれが起きて、そしてさらに読み進めると信じられない出来事が、次々と起きていく。すべての出来事が完全に不可能で、完全に魅力的である。それは、 アガサクリスティが今までに書いた中で最も難解なミステリーであり、もし他の作家がその純粋なミステリーを上回っているなら、その作家の名前は私たちの記憶から忘却されている。私たちはもちろんそのミステリーのあるがままに論理的な物語を読んでいる。それは長い物語であるが確かに起きた出来事だった。と述べた。 1940年3月16日のトロントデイリースターでは匿名読者が本作と同著者のアクロイド殺しを比較してミステリーとしてクリスティよりも優れた作品を書いている作家はいる。しかし彼らもプロットの独創性や驚愕のエンディングを作り出すことにかけてはクリスティには及ばない。中でもそして誰もいなくなったのプロットの独創性やエンディングの衝撃。 彼女の標準的な作品と比べても大きく上回っており、アクロイド殺しのレベルに近い、と感想を述べた。小説家であり、評論家のは、サスペンスと脅迫的な探偵物語を兼ね備えた、スリラーと表し、閉ざされた空間での連続した殺人は、本作では、論理的な結論に至り、読者たちの不毛な推測や論争を回避していると、述べた。そして、 アガサ・クリスティの最も有名で最も人気のある作品の一つであると述べた。1990年に英国推理作家協会が選出した史上最高の推理小説100冊で19位に評価されている。同著者作品では他に5位にアクロイド殺し83位にが選出されている。1995年に アメリカ探偵作家クラブが選出した史上最高のミステリー小説100冊の本格推理、もののジャンルで1位、総合では10位に評価されている。同著者作品では他に12位にアクロイド殺し、19位に検察側の証人、41位にオリエント急行の殺人が選出されている。作者ベスト10では1971年の 日本全国のクリスティファン84名による投票および1982年に行われた日本クリスティファンクラブ員の投票のいずれにおいても本書は1位に挙げられている。日本各紙の海外ミステリーベスト10では1975年週刊読売で2位1985年週刊文春東西ミステリーベスト100で4位1999年 イーきで3位、2005年、ジャーロで3位、2006年、ミステリーマガジンで3位、2010年、ミステリーが読みたい。海外ミステリオールタイムベスト100、フォービギナーズで1位、2012年、週刊文春、東西ミステリーベスト100で1位と、近年においても、高評価を維持している。エンターテインメントウィークリーで2014年に、ナイングレートクリスティーナバルズの一作に、 そして誰もいなくなったが挙げられた。クリスティ自身がお気に入り作品10作のうちの一つに挙げている作品である。なお、この10作品に順位は付けられていない。イギリスで出版された書籍及び改編後の最初の書籍を以下に挙げる。ここでは作品の主要な登場人物、場所、ストーリーが原作とおおよそ同等の本案作品を挙げる。 テレビ朝日系列にて2017年3月25日21時から23時6分、26日21時から23時10分に、ニ夜連続ドラマスペシャルアガサクリスティそして誰もいなくなった、のタイトルで放送された。視聴率は、第1夜15.7%、第2夜13.1%とニ夜連続で、高視聴率を記録した、ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、 リアルタイム。2018年10月8日19時から23時20分に、BS 朝日で再放送された。本ドラマで登場した、小国寺達也などのキャラクターは、同じく、アガサクリスティ原作ドラマの、パディントン初4時50分、寝台特急殺人事件、2018年3月24日、と、女優殺人事件鏡は、横をひび割れて、 2018年3月25日にも登場する。本作に影響を受けた主な作品を以下に年代順に記述する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。